どうもお疲れ様でございます。まあネットビジネスのいいところっていうのは自分の好きな時間に仕事をやっておくことができるってことじゃないかなと思うんですよ。まあ従来型の出勤の形を取るとね、例えばお店をやってる場合とか会社を経営してる場合って、その会社やお店の営業時間に行かなければ基本的には仕事にならないですよね。じゃあ飲食店、朝9時からオープンして夜9時まで営業時間があります。 深夜の3時に起きてやる気に燃えたからって言ってできることって限られてるんですよねそれこそ店内の掃除を暗い深夜の電気つけたままねやるとかなんか食品の仕込みをするとかそのぐらいかと思うんですよまあもちろんね飲食店を経営するって言っても接客とか食事の調理とかね提供ばかりが仕事ではありませんのでそういったバックルームでの仕事ってのはもちろん営業が終わった後もできること多いんですけども基本的にはね 働きたい時に自由に働けるかっていうとできることはやっぱ限られてるわけですよでもネットビジネスってこうやって動画を深夜撮っても見てくださる方だってのは24時間いつでも見れるんですよね場所も限りません、まあ、だからすごくチャンス可能性が広がるんじゃないかなと思うんですよここで1本セールス動画を撮ったとしますよねでもリアルタイムで見なければならないってことじゃなくてやっぱ5時間後に見た人も10時間後に見た人も受けるセールスの内容は同じなわけですよ で、よくね緊急で動画を回してますっていう風な動画ありますけども緊急でって言っても見る方はもう10時間前とか20時間前の緊急情報だったりするわけですよねでやっぱタイムラグがあるんですよねまあそういったところを自由に使えるのが、まあ、ネットビジネスのいいところかなとストック型ってよく言いますけども今やったことをストックしておいてお客様の必要な時にそれを開けていただくことができるっていうところがその特徴の一つじゃないかなと思うんですよ まあこれねあの家庭教師っていうことになるとやっぱり夜7時から1時間8時までこの時間の中で生徒さんも先生に会わなければなりませんし先生も教室をもしくはねお宅の方を準備してもらわなくてはいけないってことになりますんで出勤っていうのが出てきますよねでリアルタイムな時間の流れている中で消化しなければならないんで、まあ、リミットがあります。だからこそ集中して本気になるという部分ももちろんありますけどもでも 今一番いい教材っていうのはユーチューブなんですよね。数学にしても、理科にしても、ユーチューブの再生ボタンを押すことによって。自分の好きな時に勉強ができたわけですよ。まあ、そう考えていると、ユーチューブばっかり見て、勉強もしないでっていう言葉っていうのは、もう通用しなくなってね。昔はね、漫画やテレビばっかり見て、勉強してないっていうのは、一目瞭然だったんですけども。今は、スマホを取りだかせたからといって、遊んでるとは限りませんのでね。なかなかお父さん、お母さんも叱りにくくなってきたんじゃないかなと思いますね。 はいまあ、そういうふうな形でネットビジネスってまさにストック型、うん、販売する方が作業をストックしておくことができるっていう意味でも今の時代に合った仕事なんじゃないかなと思いますはい、じゃあ今回は以上です。